ニューヨークヤンキースは1946年から1949年までオフックに所属していたアメリカンフットボールチームである。NFL の対抗団体として設立されたオフックが8チームで設立され、そのうちの1つがニューヨークヤンキースであった。ダントッピングオーナーは前年まで NFL のブルックリンドジャースを所有していたがチームを解散しオフックに参入した。 オーナーが MLB のニューヨークヤンキースの共同オーナーであったことから新球団名はニューヨークヤンキースと命名され本拠地スタジアムとしてヤンキースタジアムを使用したリーグ参加から2年連続でチャンピオンシップまで進出したがいずれもクリーブランドブラウンズに敗北した1949年にはオフックのブルックリンドジャースを九州合併しブルックリン ニューヨークヤンキースと名称を変更したが、この年がオフック最後のシーズンとなった。1949年のシーズン終了後、オフックは NFL に吸収合併されて消滅したのに、伴ってチームも消滅した。新球団創立時、ドジャースから多くの選手がヤンキースへ移籍してきたが、解散時は NFL のニューヨークジャイアンツとニューヨークブルドッグスに分かれて移籍した。 ノート、勝ちイコール勝ち、負けイコール敗、運イコール引き分け。ありがとうございます。